皆さん、こんばんは、淡井圭介です。本日2024年、7月の28日、18時57分、先ほど阿部一二三選手の試合が終わりまして、そこは吉、勝てまして、阿部詩選手や、まあ、他のオリンピックの、関係者の人たちも含めて、の、メッセージなんですけども、まずは阿部詩選手、まあ試合終わった後泣き崩れていて、まあ非常に心配しています。でまず試合の順序と、まあ気になるところとか、お伝えしたいと思います。1回戦の時、1回戦というか、まあ最初の、試合の時に関して技かけに行った瞬間のあの時、頭の中しっかりと言っています。で、そこはもう全然問題ないんですけども、その次の試合の時に頭の中、まあ、技あり取った時も頭の中言ってるんですけども、その後なんですよ。あの後、相手に一本取られた時に頭の中言ってるはずなんですよ、詩選手の方に。だからその辺のところで、その前の試合に、タッコの選手でどういうふうなことがあったか、解説席でどういうふうなことが述べられていたかっていうことを、まあ先にお伝えしたいなと。まあ顔見てもらったら分かる通り、ワールドメッセージのところで僕が喋ってる時の顔と今も随分違う顔になってると思うんですけども、まあこの辺のほうれい線とか、前の試合で、その試合を最初から最後まで見てたわけではないんですが、その選手が負けるときに、自分から攻めに行って、で、相手になかなか指導がいかなくて、で、相手はそのカウンターに合わせて、技をかけて、まあ、一本取られて、まあ、その試合終わった後、その選手の方も、泣き崩れていた状態だったんですね。で、まあその2つ目の試合に関して、物事を整理すると、技ありが取れてたわけじゃないですか。で僕も頭の中を渡しながら、その一本を取りに行く柔道っていうことを強く意識しすぎたのじゃないかなっていうのが、その前の試合とかをもし、状況分析をしっかりとしていて、それ込みで、二つ目の試合を取り組めていたとするのであれば、わざわざ、正直、時間切れで、勝てるわけじゃないですか。だからまあ、その辺のところ、ただ、昔もそういうふうな昔の守り一辺倒の時代があったんですよ、柔道で。で、その時代の後は、その一本を取りに行く柔道っていう形で、まあ、物事が動いてきてるので、まあまあ、僕としても、その、一本取りに行く柔道にこだわらなきゃならないみたいなところで、今回の柔道のオリンピックの試合も、まあ、そういう形で、動いてるんですね。で、ただ、今までの経験、他のスポーツとも言いますと、頭なんかしっかりといってる状態で、ああいうふうに一本取られることってまずないと思うんです。で、それも野球の試合とかでもそうですし、頭なんかしっかりいってる選手に、まず間違いはないんです。で、その選手にいってるのか、相手選手にいってしまってるのか、ここなんですよ。だからまあ場面的にも、まあ本人に聞いてみなかったらわからないんですけども、一本取られる瞬間の時で頭の中取られました。一応まあどうしてもまあ技ありとかがあった後、まあその試合に集中するべきだと、今、一二三選手の声でしっていう声が聞こえてきたんですけど、まあ彼らの気遣いというかコンピューターの気遣いなんでしょうけども、もう僕は嘘は言いたくないんで、試合中にちょっとね、同時刻の NHK のその、競泳のことが一瞬頭の中よぎったんですよ。で、その時に電波で聞こえてきたのは、それは無理やわっていうような声が聞こえてきて、まあ僕もそう思ってたんですね。で、まあもちろんこの試合、しっかり勝ちに行くっていう方向だったんですけども、だけどもまあ結果的に詩選手が負けてしまって、その時頭の中
行ってるはずなんですよ。だから、なんか僕としてもすごく不可解な現象で、その泣き崩れていた原因としても、もしかしたらその技かける瞬間に、頭の中が取られていたのか、僕はまあ頭の中を送っている時に、詩選手も頭の中が僕と同じように誰かに送ってる状態になってる可能性もあるんですよ。だからそれは、まあ、あくまでもこれは可能性として、言うわけであって、相手選手に行ってる云々も あるんですけども、その競泳の方に行ってる可能性があると。だからこれ、まあ、他の試合とかも見ていても、まあ、そういう風な部分もあって、まあ、先ほどの阿部一二三選手に関しては、まあ、絶対その試合のことだけに集中しようと。で、先ほど、しっかりと、一本という形で、勝っています。だから僕の方にそういうふうなところまでの、その細かい部分までの、詰めっていうのはなかったのか。あともう一点、もこれ正直に、もうこれオリンピック関係者全員正直に言わせてもらいますね。髪の毛染めているイコール海洋基本法違反なんですよ。で、エネルギーの残存問題にもそれ抵触してくる部分があるんですよ。無駄に余計なものを生産していて、無駄なものを、使用してるっていうことになってきますから。だから僕も何回も言いましたけども、まあ髪の毛染めるのはやめてほしいっていう部分はこれは正直としてあります。で、反日の整合性もまあいろいろな部分が全てまあ一致してくる部分って結構あるわけじゃないですか。まあまあテレビに出てる大舞台ということもあって、まあそこでっていう部分もありますし、本音で言わせてもらいますと。だからもう僕は嘘はつきたくない、まあ言いたくないですから、もうその辺きちっと言っておいて、今後のためにも、まだ若いじゃないですか。これからも道場、柔道家としてその通用する、まあ試合をする中でね、その、まあ、教育者として試合に出るようなケースとかもあるわけじゃないですか。じゃあその時に髪の毛染めてる状態がいいかなっていうと、それはもう絶対に良くない状態であって、ただ、先ほど阿部一二三選手の件に関しては、その詩選手の、試合の時も技ありまで、しっかりと進めて入れてるわけじゃないですか。で、流れ的にも詩選手優勢で、負けるような気配がなかったところで、まあ、負けてるので、そのだからそれはまあ僕が競泳のことを気にしてしまったから、これも可能性としてあります。で、まあその後の一二三選手の試合に関しては、まずしっかりと、その試合だけに集中するっていうことを、心がけて、で、まああと、ワードとして、これ言った方がいいのかな、言わない方がいいのかな、まあ一二三選手に送った言葉があるんですけど、一応まだ言わないようにしておきますね。まあ、そのあたりですね。その、これね、もちろんまだ一二三選手の試合この後もあるわけですから、その先ほどの髪の毛染めてる染めてないの話も、言うべきか言わないべきかで言うで考えると、もう僕の置かれてる状況ってコンピューターに頭の中見られてるわけじゃないですか。で、コンピューターがどういうふうに相手とこうつなげてくるか、それ電波でできてしまうから、嘘を言うのは良くないなって思ってるんですよ。で、もうそれはそれでもう一二三選手にこちらとしては絶対に金メダルを、取らせてあげたいと、もうそこ勝負でいくと、まあ、そこはもうきちっと、覚悟を決めてっていうのは、男子の決勝戦でしょう。今日23時、
まあ、これテレビの放送時間なんですけども、日本時間で23時何十分かから、まあ、40分かそれぐらいの時間からテレビの放送なんですけども、なでしこジャパンの方があるんですよ。だここもどっかで、その時間が重複した場合、割り切るしかないんですよ。どちらを優先するのかっていうところで、で、まあ、昨日のハンドボールの試合に関しても、僕がその試合に取り組むまで待ってくれてるような気配すらありました。むしろ僕が見るまでの間、日本チームが1点リードしてる相手は、金メダルなどを取ったことのある、相手チーム、クロアチアのハンドボールのチームで、というような状況で、まあ、前日とかの、その僕が喋ってる動画、まあ、40分ほどの長いものですけども、まあ、そこの詳細とか聞いてもらったらわかると思うんですが、まあ、とにもかくにも、今回、まあ、この時間帯にメッセージ送ろうと思ったのも、その、阿部詩選手が、その、大きく泣き崩れているのを見て、まあ、こちらとしても、悲しい気持ちにもなりましたし、まあ、その、すごく、その、悔しいっていう気持ちは、十二分に、わかります。で、まあ、試合、どういうふうな形で、こちらも取り組んでいたかっていうこともしっかりと伝えなければならないと、まあ、それは、まあ、私の責任でもあるわけですから、試合に取り組んでいる以上。まあ、すごく私も悲しい気持ちにはなったんですけども、そこをすぐに気持ち、切り替えて、一二三選手にその悲しさなんか絶対持ち込むべきではないというところで、まあ、彼に送った、まあ、4文字の、言葉なんですけども、まあ、そういった部分とかも駆使して頭の中を供給し続けている状態です。で、言葉のワードも、彼にだけ、頭の中はしっかりと行くようにっていう固定してる状態。だから、これね、だから、それはそれで、その、これ、大会全体のね、その、メダルの獲得数とかの目標とかを考えたときに、どこかでやっぱり、多分、取捨選択もあるのかもしれないっていうのが、まあ、東京オリンピックの僕が取り組んでた時のその文言とか聞いてもらったらもう分かるじゃないですか。どっかで絶対時間が重複したりしてますから。だから、まあ、そういったところで、その最終的にそのメダルが取れるか取れないかを考えた時に、まあ、コンピューターがどう稼働しているか。例えば、平泳ぎ、昨日のその準決勝までの試合が、訂正、バタフライかもしれませんね。ちょっとね、種目も見てみなければわからないですけど、なぜ、日本人、女性が、女子が、決勝まで進んでるものが今日も夜中、日付が今日、日本時間で28日なんですけども、29日の夜中ですかね。だからまあ今僕としても、そのなでしこジャパンの試合を取り組むべきかどうかのその取捨選択がもう残り刻一刻と、時間が近づいていて、これが東京オリンピックの時の僕の立場でもあったんですよ。まあ、ほとんどその時はテレビを見ないで、速報とかで流れてくる、インターネットの記事とかを、まあ、頭の中を供給する目標にして固定して、まあ、送り続けるっていうような形の手法を使用してたんですけど、まあ、東京で開催でしたから、逐一その各情報っていうのが入りやすい状態にはあったので、そういう情情そういう方法も使いましたし、まあ、時間的にっていう部分もあ
で、この時間帯は、重複する時間帯はないから、もうテレビ見て、取り組もうだとか。まあ、その辺のところとかもあるので、我々のそのコンピューターの稼働の仕方で、そういうふうな差配が動いた可能性もあるんですよ。で、これも正直に僕は若い頃言ってた言葉、これもエシュロンの記録とかしても、とかでもありますから、それもはっきり言っておきますね。髪の毛染めてる人間にどうこうみたいなことを言っていてね。で、まあ、片やこういう件もある、片やこういう件もあるっていう話をいろいろとこう出てきたときに、まあ、じゃあ、オリンピックよりも、まあ、金メダルのサイズが、一回り小さいだとか、まあ、そういうふうな形の、世界選手権だとか、まあ、そういうふうなところでっていうこともありますし、ただまあ、髪の毛染めていても入賞してるケースもあるんで、だから僕としてはどういうふうな形でどうなのかっていうのは、結論今出しにくいんですよ。その日一日のスケジュールとかもそうですし、柔道だけの点に関したら、あの場面、残り時間とかを考えて、技あり取ってるわけでしたし、どちらかというと、防御7、攻撃3ぐらいの割合の柔道で、防御重視で、正直、その方法だったら、投げられないでしょう。そちらを選ぶべきだったかなというところと、あと、世界選手権とかで勝ってる時なんです。こう、もう柔道家として全員、ものすごく注目するところ。負けた試合に関して、詩子選手、詩子ちゃん、詩選手、畳の上に上がった時に、ドンってこう、飛び跳ねてたじゃないですか。どちらかというと、もうあの段階の時に、ちょっと、まあ、気負ってるというか、昨日永山選手、まあ、結果的には、まあ、僕の方の、しくじり等もありまして、銅メダル止まりになってしまったんですけども、彼の、畳の上に上がる時の雰囲気とかをちょっと見てほしいんですよ。その試合に僕は取り組めてなくて、まあ、彼は、負けていたわけで、ちょうどその時お手洗い行ってたんですよ。で、まあ、女子の試合とかが先にあって、で、その順番を考えた時に、準々決勝、女子があって、その後男子かなとかこう思っていたりだとか、まあ、結局まあ僕の失敗ではあるんですけども、彼髪の毛染めてないじゃないですか。で、その畳の上にこう登った時って、すごくこうスーッと入ってきてるんですよ。で、これ、東京オリンピックでも他の選手の時に、それ褒めて言ってるんですよ。女子で、もう少しもっと、重たい重量の階級の方なんですけども、10は5を制すっていう言葉があるじゃないですか。立ち振る舞い、相手とは真逆ですごく落ち着いてるんですよ。昨日、金メダルを取った、まあ、女性の選手、ごめんなさい、もう名前が、出てこなくて、その選手も、畳の上登った時に、まあ、入場の時から気負ってないんですよ。だからその柔道のその10は5を制すっていう部分なのかもしれないんですよ。だから言葉の数だけ事情があるっていう部分は、それはあるわけであって、まあそれは僕は気負いすぎていたのかもしれないんですよ。だから頭の中渡していて、リンクしてる部分がありますから、だからその一本を取るっていうことに執着しすぎたのかという部分も込みで、先ほどの一二三の選手、阿部一二三選手の試合で、まあ、彼はきちっと最後まで、一本取りに行って勝ってるんですよ。で、そこは、試合自体が、こう、まあ、対戦相手の、技量云々とかも、あって
たのかもしれないですね。その普通に柔道だけとして見ると、だからその辺のところに関しては、まあ、頭の中がしっかりといってる状態であんなにあさり一本取られるっていうこと自体がもともとちょっと考えにくいんですね。だからその瞬間、うん、まあ他者に言ってるだとか、うん、詩子選手も、あ、じゃ、阿部詩選手も、その瞬間頭取られている状態なのか、誰かに渡してしまってる状態なのか、だからまあ、これね、まあとにもかくにも、まあすごく悔しい、悲しい、あると思うんですけど、まあ元気になってもらえたらなと思います。まあこれぐらいにして、ちょっとこの後、どういうふうに取り組んでいくか、まあ僕も、いろいろ注意点、いくつか埋めていきながら、対応しながら、行っていきたいと思います。以上です。